三作母ダムは山形県米沢市一級河川最上川水系刈安川に建設されたダムである。農林省東北農政局が建設した灌漑用ダムで、現在は米沢平野土地改良区が受託管理を行っている。高さ62メートルのロックフィルダムで米沢平野の灌漑用水補給に加え、米沢市などへの上水道供給と、 米沢市内の工業団地へ、工業用水道を供給する多目的ダムである。ダムによって形成された、人造湖は豊穣の湖と命名された。ダムのある、刈安川は、埼上川水系上流部の主要な支流である、羽黒川に注ぐ河川である。福島県境の立子峠付近を水源とし、国道13号に沿うように北西に流路を取り、 ダムを通過すると間もなくハグロ川に合流する。合流後、ハグロ川は北に流路を取り国道13号、米沢大橋直下でモガミ川に合流する。ハグロ川は、モガミ川に合流する主要な支流の中では、最上流部で合流する河川でもある。なお、同米かつ、同形式のダムが、静岡県浜松市天竜区にある。こちらの三作母ダムは、三作母ダムと呼び、 電源開発株式会社が管理を行う発電専用ダムである。米沢盆地は上杉市15万国の主要な国層地帯として農業が盛んであった。特に上杉春則の改革による新電開発では黒い半白をただいの灌溉整備によって深刻な財政危機脱出に大きく貢献した。その後も新電開発が進みのお面積は拡大したが、 これに伴い農業用水の需要がさらに増大した。戦後、深刻な食料危機を克服するべく、国策による農業整備政策が計画された。この国営農業水理事業は当初加古川、九ず川、安川、大井川の4河川で実施されたが、その後全国各地で積極的に実施された。農業用ダム、河川より取水する投資工。 農地へ水を供給する用水路を総合的に開発し運用することでより大規模効率的な灌溉整備を目指した。この事業は東北各地でも実施され、国営産大会農業水利事業では300年来続いていた水争いが産農会ダムの完成で収束するなど効果が発揮された。最上川水系では庄内平野村山地域などで 国営事業が、大玉野川流域では、県営事業が行われた。米沢盆地では、流域農地の新規寛解を図るために1970年により、国営米沢平野農業水利事業が農林省、東北農政局によって施行が開始されたが、その根幹事業として計画されたのが、三作ボダムである。ダムの形式は、中央土質社水壁型ロックフィルダム。 高さは62メートル。総貯水容量は3100万トンと、最上川水系のダムとしては有数の規模を誇る貯水池を有する。最大の目的は灌溉である。ダムの直下流に、満世分水口、東西分水口を設けて、米沢盆地の約9040ヘクタールに農業用水を供給する。また、羽黒川と大小屋川に取水石を設けて、 三作牢ダム貯水池に導水、安定した貯水量の確保を図る。ダムは1975年に完成したがその後も国営米沢平野農業水利事業による灌漑整備は続けられ、1982年にすべての事業は完成した。三作牢ダムはこのほか上水道と工業用水道の供給も行う。米沢市は人口の増加に伴って、 上水道の需要が増大していたが、従来から周辺河川の自流水に頼った取水を行っており、滑水時には水不足に陥りやすかった。さらに、工業団地の整備と企業誘致によって、工業用水道の需要も増大したため、新規の水資源整備が欠かせなくなった米沢市水道局は、その水源を三作穂ダムに求めて、三作穂ダム建設事業に参画した。 米沢市をはじめ南洋市、東沖多摩郡高畑町、川西町の西二町へ、浄水道を供給するほか、八幡原工業団地への工業用水供給も行い、ダムから笹野浄水場を経て各地に送水される。こうして、三作保ダムは、灌外、浄水道、工業用水供給の目的を持つ多目的ダムとなった。しかし洪水調節機能を有していないことから、 佐賀江ダムや白川ダム、ニ井ツルコダムとは同じ多目的ダムでも意味合いが異なる。北上の湖空撮。東北中央自動車道の工事が進む。ダム湖は北上の湖と命名された。米沢盆地が実り豊かな地域になるようにとの思いを込めて命名されている。湖は釣りのスポットとしても知られ、恋ヘラブなブラックバスが釣れるが、 特に有名なのはワカサギ釣りである。冬季になると、北条の湖は年によって異なるが決評するため、ワカサギの穴釣りも可能となる。近隣からは多くの釣り客が訪れ、米沢市の冬の風物詩にもなっている。漁業権を持つ県南漁業協同組合に入漁料1000円を支払えば釣りを行うことができる。漁協では水産資源保護を目的として、 定期的にワカサギの卵を放流し、生息数維持を図っている。ありがとうございます。